ちょ、あっちゃんです。今日はね、ちょっとね、初めて見るジュースを買ってきてん。うまシュワ富士リンゴソーダ、青森産、果汁、青森県産果汁のリンゴソーダ。これね、サンガリア。これね、見つけたんで買ってきた。飲んでみましょう。いただきます。色は普通のね、リンゴジュース。あ、美味しい。リンゴのね、こうガリってかじった時に口の中にジュワって出てくる果汁、まあそんな感じ、リンゴって感じがするね。でリンゴのね、甘みと酸味のね、バランスがすごい。富士リンゴ、確かに富士リンゴなんよ。富士リンゴってちょっと酸っぱいめで、シュワってこの、なんちゅうかな、爽やかな酸味がするね。それを感じられる富士リンゴ芳醇の香りと弾ける爽快感。富士リンゴとは、誕生の地でもある青森県富士崎町にちなんで名付けられた。酸味と甘さのバランスが良く、リンゴの中でも代表的な品種と言われています。でね、これなんていうかな、なんていうの、不自然な甘みがない。で、ちょっと見てみよう。品名炭酸飲料、原材料名、加糖ぶどう糖液と国内製造、で、リンゴ果汁、炭酸、酸味料、香料、ビタミン C だけ。やっぱりね、人工甘味料含まれてないね。人工甘味料のね、不自然な甘みがないからね、飲んでて美味しい。果汁 1% しか入ってへんけど、すっごいリンゴ感感じんのよ。で、青森県産のね、リンゴ果汁 1% を使用してるってことなんでね、これ 500cc なんで、5cc、小さじ1杯のリンゴ果汁が入ってる。それで、ほんまにリンゴ噛んだ時にシャリッとして口の中でサラサラって、ザラザラっていうのかな、リンゴの感じをね、口の中で感じられるぐらいリンゴ感があるのよ。ほんまにね、新鮮なみずみずしいリンゴをかじった、そんな味わいのリンゴジュース。結構ね、これ美味しい。サンガリアって結構色物が多いよね。ちょっと変なって言ったらあかんけど、ちょっとおちゃらけた方がいいんだけど、これね、真面目にリンゴソーダ、これね、リンゴジュース、リンゴソーダって名前つけたから、これ富士リンゴソーダ、ほんまに富士リンゴなんよ。でこのソーダの炭酸のこのシュワシュワ感っていうか、このシュワシュワ感がリンゴをシャリってかじった時の弾ける果汁の、なんていうかな、再現って言い方おかしいけど、リンゴをかじった時の気分になれる、そんなジュースやね。これ変にベタ褒めしてるけど、ここ最近飲んだジュースの中ではまあまあ美味しいよ。これ結構いいと思う。で、やっぱりこのね、リンゴジュースじゃなく、富士リンゴっていうところに味噌があるんだけど、ほんまにね、富士リンゴの味がする。リンゴってもいろんな種類があってね、リンゴもその品種によって味が違うんよ、味とか、かじった時の、一口目、あと果汁が出た時、でシャリッとしたそのシャリッと感、ほんまに、果汁よりもどっちかったら食感のいいサクッとしたリンゴ、ちょっとふわふわスポンジーなリンゴと、もう果汁がジュワって出てくるリンゴとかね、どかちょっと甘い芽が強いリンゴとか、酸味の強いリンゴとかね、その中でも富士リンゴのね、酸味と甘みのバランスの取れたリンゴを感じられる、ジュースでね、これは美味しいよ。これあっちゃん好き、これ絶対リピするって言っても見かけんね、最近。
またね見かけたりするかもわからんけど、これ美味しいな。ちょっと前に買ったんよ、ね、先月買ったんかな。で飲もうと思って冷蔵庫入れとってなかなか飲まれへんかってね。やねんけどもね、これもっと早飲んでよかったな。美味しいな。富士リンゴソーダ、これサンガリアの富士リンゴソーダ、多分ねアマゾンとか見てあると思うんだけどな。富士リンゴソーダ、青森リンゴソーダ、サンガリアのね青森リンゴソーダっていうのもあるしね、春リンゴ津軽とかね、そんないろんなのがあるけど、富士リンゴソーダってこれサンガリアのねアマゾンにないぞ。青森リンゴストレート果汁とっこ、とかね、絞りっぱなしとかいろんなリンゴのジュースがね出てる中でね、これはそんなに高くなかったと思うね。サンガリアはね青森リンゴソーダ、うましは青森リンゴっていうのがあるけど、このフチリンゴソーダっていうのはねアマゾンでは見かけへんね。あったあったあった、サンガリアのうましは芳醇味わいはじける青森のフチリンゴソーダ、ねあるよ。あ、期間限定って書いてある、期間限定って書いてあるけど、ちゃうかな。もうないのかな。でもまだホームページに載ってるからあると思うんやけどね。パッケージはどうもね、ちょっと安臭い。これがサンガリアクオリティ、あ、開いとった。サンガリアクオリティやと思うんだけどね。でもサンガリアってね、なんかこう色物に思われるけど美味しいのほんま多いの、ね、昔もね、1、2、1サンガリア、2、2、1サンガリア、シュワーってコマーシャルでね、あの頃からもうちっちゃい頃からサンガリアって言ったらね、ちょっとなんかこう二流三流のね、おちゃらけメーカーやと思い込んどったけどね、意外とこれは真面目に作られた美味しい富士リンゴソーダよね。美味しい、これはありです。ということでね、あっちゃん結構ね、なんやかんや笑いながらもサンガリア好きなんよ。結構でも富士リンゴね、粒みなしとかね、なしの粒粒、オレンジ粒粒、粒粒ナタデココモモとかね、すっきりフルーツビタミンとか、すっきりアップル、結構いろんなん出てるね。あ、富士リンゴ出てるわ、まだ多分あると思う。あ、ウィスパーってサンガリアやったやん。夏みかん、夏みかんじゃ甘夏とかね。伊賀の炭酸水もサンガリアだよね。うち子供大好きなね、伊賀炭ね。炭酸水でね、伊賀炭が一番好きなんやけどね。やっぱりね、いろんな炭酸水飲む中で伊賀の炭酸水が一番すっきりしてるしね、炭酸まあまあ強みやしね、美味しいからね、サンガリア意外とありです。はい、ということで今回ね、うましゅわ富士リンゴソーダ、うましゅわの名前通りうましゅわでした。ということで今日のあっちゃんの、富士リンゴソーダのレビュー、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。美味しかった、これはありです。はい。